はい、皆さんおはようございました。こんばんは、キロマッキーです。はい、というわけで今日も京都でサウナに行こうと思うんですが、今回はですね、ゆうみサウナカフェさん、こちらに行ってみたいなと思います。はい、こちらがですね、千葉県鋸南町にあるサウナ施設で、その名の通りサウナとカフェが融合した、そんな施設なんですよね。この施設の目の前が海で、絶景を眺めることができるらしいんですよ。パノラマビュー。サウナはセルフロウリュができて、水風呂は近くのノコギリ山の伏流水を使用した水風呂で、海をね、眺めながら整うことができるらしいんですが、今日はですね、あいにく天気がよろしくなくてですね、雨も降っちゃってるみたいなんですよ。まあ天気はね、しょうがないんで、もう切り替えてね、サウナを楽しんでいきたいなと思います。それでは早速行きましょう。さあ、ポルテちゃん、鋸南町まで連れてってくれ。おー、すげー、いい感じ。これ晴れてたらもっと最高。いやー、いいね。シャワーないの？おお、こんな感じです。かなり熱い。100度、めっちゃ熱い。いいね。スパで効く、ロケットのヒーリングミュージック。うわー、いい。まあそんな感じで混ぜ混ぜして最高。うん、いいね、いいね。よし、サウナ行きます。行きます。かなり暑いよな、これ多分。めっちゃ熱くない？100度。100度、怖いね。最高だな。焼けた。みんなもう悲鳴上げてるもんな、サウナ内で。すぐ終わっちゃう。で、みんなすぐ終わっちゃうじゃん。でもさ、あー冷たい。あー冷たそう。いやー、あーちょうどいい。いやー、ふぅ、セット見こう。しゃあ、
どんなサウナカフェありがとう。いやーマジで最高だったな。いやしゃはい、翌日でございます。おまけトークです。ゆうみサウナカフェさん行ってきまして、料金体験のお話していこうかなと思います。こちらがですね、まず2時間プランと3時間プランがありまして、僕らはですね2時間プラン予約しまして、1部屋1万5800円という感じでしたね。なので、まあ、今回4人で利用したので、1人当たり4000円いかないくらいという感じです。まあ、このサウナのサイズ的にも料金的にも 3,4 人で利用するのがベストなのかなと思います。水風呂がですね、この1人用のサイズ感のものが1つしかないので、まあ、これは交代交代利用するという形にはなるんですが、やっぱり 3,4 人で利用するのがベストなんじゃないかと思います。今回サ飯はですね別のところで食べたので、カフェメニューというのは利用しなかったんですけれども、晴れた日はですねこのテラス席があったので、そこで、ハンバーガーとかドリンクをね楽しむっていうのがベストだと思いますので、皆さんぜひ参考にしてみてください。はい、というわけでおまけトークでした。ありがとうございました。